はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個にモンスターエナジー、ウルトラ、パラダイスをですね混ぜて飲んでみました。モンスターエナジーの最新作が出ていたので早速購入してきました。新しいジュースは安くはないので僕の懐が痛いんですけれども、それでもですね新商品をレビューするのは僕の天命だと思っておりますのでやらせていただきます。で、液体がですね緑色であったようにメロンの味がしましたね。デザインも緑色で、まあメロンっぽいといえばメロンっぽいですね。ただまあ見た目のバイアスがあるかもしれないのでこれだけで単体で飲んでみますね。まあメロンの味がするようなしないようなっていう感じがいたしますが、モンスターエナジーであることは間違いないですね。エナジードリンクでもレッドブルとかモンスターエナジーとかゾーンとかいろいろ出てますけれども、食感がそれぞれ若干違いますよね。生卵との相性はグーでして、飲みやすくなっているといえば飲みやすくなってますので、ぜひ皆さん混ぜて飲んでみてください。 Amazon プライムデーが終わりましたね。僕は現時点でプライム会員ではないので今回は参戦することができなかったんですけれども、まあ、以前は参戦したことがありまして、何を買ったかと言いますと、リステリンですね。僕は歯磨きするときに、歯磨き粉ではなくて、リステリンを使ってるんですが、リステリンを20個ぐらい買いだめしましたね。去年か2年前ぐらいに買いだめしたんですが、未だに残ってますからね。結構すごいですよ。リステリンって、普通に買うと、1本1000円ぐらいしたような気がするんですが、Amazon プライムデーだと、1本600円強ぐらいでですね、購入できた記憶がありますので、ぜひ皆さん、まとめ買いしてはいかがでしょうか。新しいアップルのデバイスとかよりも、洗剤とか、リステリンとか、トイレットペーパーとか、そういったものをまとめ買いするのがいいんじゃないかなと思うんですよね。それこそこれからどんどん物価高というか、値上がりしていくわけですから、まとめ買いできるときにまとめ買いしておいた方がいいですからね。それとですね、まあリステリンに関連した話なんですが、理想論を言えば僕は1日1食にしたいんですよ。まあ、どうしても我慢なかなかできなくて、1日2食食べてしまうことも多々あるんですけれども、できれば1日1食で、歯磨きも1回だけにしたいんですよね。1日1食で、リステリンで、電動歯ブラシで、フロスをちゃんとやると。4ヶ月か5ヶ月に1回、歯医者さんで定期検診に行くということなんですよね。で、僕は実際に4ヶ月か5ヶ月に1回、歯医者さんに行って、歯石を取ってもらっているんですが、毎回結構褒められるんですよね。よく磨けていますって。逆に言うと、こんなに頻繁に行く必要ないんじゃないかなっていうのもあるんですよ。まあ、半年に1回ぐらいでいいのかもしれませんね。3000円弱ぐらいしますからね、1回ね。まあそれでも多分、良心的な歯医者さんなんだと思いますが、Google の口コミとかもすごいいいところを選んだので、で僕今通ってる歯医者さんに行く前は、別の歯医者さんに行ってたんですね。でそこで、すごい失礼なことを言われて、失礼な態度でしたかね。失礼な態度を取られて、もうこの歯医者さんには二度と行かないと思ったんですね。で、そこで改めて、初めて Google でレビューを検索したんですよ。そしたら、その歯医者さんは、もう Google レビューでかなりボロクソに書かれていたんですね。で、ああ、やっぱりなと思ったんですよ。で、近所の別の歯医者さんで、良心的な口コミの良さそうな歯医者さんを調べて行ったら、まあ、すごい良かったわけですよね。歯科衛生士さんも歯医者さんも、すごい真面目な方で、なので皆さん Google の口コミはバカにできないですよ。基本的に火のないところに煙は立たないって言いますが、やっぱり態度が悪いところはそれ相応の口コミになるでしょうし、態度がいいところはやっぱり高評価多いですよ。なのでお店であれ歯医者さんであれ、どこかに行くときは基本的にはレビューを調べていくのがいいと思います。歯医者さんって確かコンビニの数よりも多いって聞いたことがあるので、まあ、たくさんありますからね。たくさんあればいいところもあれば、まあ、悪いところもあるでしょうから、ちゃんと調べていくことをお勧めいたします。ということで、現場からは以上です。